ドジャースと10年1014億で契約を結んだ大谷翔平。今回は大谷翔平の総集編でエピソード250連発とそのおまけをお送りします。1994年岩手県奥州市に生まれた大谷翔平という名前の由来は、父親の出身地である奥州平泉に怒りのある源義経の戦うと飛ぶイメージから翔の字を取り、出身地の平泉から平を取って名付けられたという。小さな頃は生虫だったという大谷、ある日ハリーポッターの本がどうしても欲しくなり、両親にせがんで買ってもらったという。やっと買ってもらった本をとても大事にし、誰にも触らせないように大ごとに保管していたそうだが、その本にシワが入ってしまった時は両親が困るほどに泣きわめいたという。幼稚園の頃から運動神経抜群だった大谷、2歳年上の姉に買ってもらった自転車をまだ姉が乗れるようになる前に大谷は乗りこなしていたという。ただどこかにぶつかって結局壊してしまったという。小学2年生の時に奥州市の少年野球チーム水沢リトルリーグに入団した大谷、この頃から体は細いものの同年代の選手よりも大きく、運動能力もずば抜けていたそう。ポジションはピッチャーで打順は3番。大谷の二刀流はここから始まったという。リトルリーグの監督は後に、運動能力っていうかは高かった、他の子と比べて2学年分くらい違っていた、子供の頃の2学年差ってかなり大きいんですが、全然対等にやり合ってましたねと大谷の凄さを語っている。リトルリーグのグラウンドはホームから外野までおよそ60メートルあるのだが、大谷はさらに20メートルも遠くに飛ばすホームランを連発し、100メートル近くまで飛ばすこともあったという。そんな長打力のため、ライト側に流れている川にボールが消えてしまうこともしばしばあったといい、指導者からは大谷は引っ張り禁止令が出されたという。しかし、これが功を奏し、左方向に打つ感覚を覚え、センターから左への長打が増えたという。後にこの指導者はソフトバンクの王会長から、どうやって逆方向に長打を打てるように教えたのですか。俺は引っ張り専門だったからな、と興味津々で聞かれたという。野球一筋だったわけではなく、小4からは水泳も習っていたという大谷。このおかげで肩の可動域が広がり、投球に役立ったのかもしれない。ただ、水泳でも怪物ぶりを発揮していたそうで、高校時代に大谷の泳ぐ姿を見た水泳部の顧問は、練習すれば間違いなく五輪に出れると語っていたという。大谷はいろんな選手のフォームを真似することが好きだったそうで、小学生の頃は投手のフォームは松坂大輔、打者のフォームは前俊明のフォームを真似していたという。小学校入学時は125センチメートルだったという。その時点ですでに小1の平均身長を超えているのだが、小6の時点で165センチメートルになっていたという。小学生のうち40センチメートル以上身長が伸びたという。そんな体のおかげか、小学6年生にして球速120キロを記録したという。リトルリーグの平均球速が時速90キロメートル前後と言われており、この頃から規格外の剛速球を投げていることがわかる。中学に進学し、中1の時にリトルリーグの決勝戦に登板した大谷。リトルリーグは6回までで終わるため、1試合を通して取れるアウトは18個なのだが、大谷はこの試合17個の三振を奪い、相手チームは静まり返っていたという。リトルシニアの練習や試合が土日にあったため、中学校での部活活動はあまりしていなかったという。中学の部活動は軟式、リトルシニアのボールは硬式だったこともあり、中学校の野球部顧問から将来を考え、リトルシニアに専念するよう言われていたという。野球だけでなく勉強もできていたという大谷。中学時代の成績はトップ10に入るくらい優秀で、地元の進学高校にも十分に行けるだけの学力があった。一ノ関リトルシニアで合宿に行った際、練習でセンターオーバーの場外ホームランを打ったという。打球はとんでもない飛距離となり、ボールは信号機に当たって信号機を壊してしまった。大谷の父は大谷へ本気で野球を教えようと決意し、仕事を辞めると、小学時代の水沢リトルでは監督として大谷を指導、中学時代は一ノ関リトルシニアのコーチとして熱心に指導をしていたという。大谷も一番の指導者は父親で、バッティングの基本は父から学んだと後に語っている。小学生時代ですでに身長が160センチを超えていた大谷、中学に入っても身長は伸び続け、中3の時点で188センチを記録していたという。しかし体重は65キロとひょろがり体型だったそう。高校は野球の名門花巻東高校へ進学した大谷、選んだ理由は出場の憧れの先輩である菊池雄星の出身校だったためだそう。1年生で4番の座を勝ち取ると、秋にはエースとしてもチームを引っ張っていく存在だった。しかし高1の頃は体が弱く、体調を崩してしまうこともよくあり、寮で寝ていた。また一度寝坊し、監督からかなり怒られてしまい、練習から外されて何日間か雪かきをさせられていたそうだ。高2の夏に甲子園に出場した大谷、ここで151キロを記録し、道のくダルビッシュと呼ばれることとなる。しかしこの頃に股関節を怪我して半年ほど練習ができなかったという。この間に食事や体作りに専念したことが功を奏し、22キログラム増やし85キログラムまで増量した。
この頃の食事は朝は茶碗3杯、夜は7杯分のお米をノルマとして食べていたという。学生寮では日曜日はカレーだったから何杯でもいけたと語っていたそう。ただ7杯も食べるのはかなり大変だったそうで、おかずは他の選手と同じ量だったからノルマ達成のためふりかけを準備するなどして工夫していたという。こういった努力が実を結び、高3の時に160キロを記録、アマチュア史上初の大記録にネット上では大騒ぎとなっていた。大谷はモチベーションを高めるため、当時ライバルだった大阪桐蔭の藤浪晋太郎の雑誌切り抜き記事を自分の部屋に貼っていたという。スポーツ万能で何でもそつなくこなしていたという大谷。しかし、唯一の弱点が卓球だったそうで、高校時代、寮では卓球がブームだったそうだが、意外にもあまり勝てていなかったという。大谷は規格外の体型から、授業で使う机が小さすぎて膝が机の下に触れてしまい、机が浮いてしまったという、不憫に思った先生が、机の足を継ぎ足し、高くしたそうだ。現在でもこの机は、身長の高い生徒用に受け継がれているそう。高校1年の頃から NPB、MLB から注目されていたという大谷、進路に注目が集まったが、大谷はメジャーへの挑戦を表明。NPB のほとんどの球団は大谷の意思を尊重し、獲得を見送ることを決めた。しかし、ドラフト当日、日本ハムは単独で1位指名を行った。大谷は入団の可能性についてゼロと発言し、入団は不可能と思われていた。しかし、日ハム側が作成した、大谷翔平君、夢への道しるべ、という30ページにも及ぶ資料などで、気持ちは傾き、日ハム入団へ至った。入団時の会見で、普通は出身高校名を言うところを、花巻東高校ではなく、僕の野球の原点は水沢リトルです、と語ったという大谷。それを聞いた水沢リトルの監督は嬉しさから号泣したという。入団後はメディアも過剰なほどの注目で、巨人小笠原道博の劇的な代打サヨナラ本塁打が生まれたこの試合。この本塁打を打った瞬間、打った、さあ大谷だ、大谷下がる、大谷下がって入った、と実況が入った。ライトを守る大谷の名前の連呼は、プロ野球の名実況としてネット上で今でも語られている。また2016年のオールスターの試合でも、打者を映さないでずっとネクストバッターの大谷を映してたり、代打でサードライナーを打った大谷の打球だけがいろんな角度でリプレイされたりと、過剰な大谷のゴリ押しにテレビ局へ批判が集まっていた。2016年に二刀流がついに解禁され、一番投手として先発出場した大谷は初球に先頭打者ホームランを放ち、投げても好投を見せた。ピッチャーとしての先頭打者本塁打は NPB で史上初の快挙となった。またこの年、最速記録となる164キロを記録、クライマックスシリーズでも165キロをマークした。2016年の広島との日本シリーズ第6戦、西満塁で中田翔が打席に入った場面、ネクストバッターに代打準備として立った大谷に大歓声が沸き、相手バッテリーはプレッシャーを感じたのか、中田は押し出しの四球、大谷はこの後打席に立つことはなかったが、1点が決勝点となり、日ハムは日本一となった。この年の中島拓也は、僕イベントで大谷について、変わったやつ、遠征先について、ご飯を食べに行こうと誘ったけど、すみません、もうルームサービスを頼んじゃいましたと断られた。休みの日も本当に野球のことしか考えてないと語っていた。NPB 時代は、数々の女子アナから狙われていたという大谷。人気アナウンサーであるカトパンこと加藤綾子アナも例外ではなく、インタビューの際に野球とは関係ない恋愛や結婚の話にまで踏み込んだという。あまりのプライベートな質問に日ハム広報から取材ストップがかかったという。その後、カトパンの大谷取材は禁止になったという。2018年 MLB へ挑戦をした大谷、エンゼルスでも二刀流を続け、ルーキーイヤーは4勝、20本塁打で新人王を受賞、翌年サイクルヒットを達成、2勝以上で達成は98年ぶりという。この頃から丸々年ぶりがメディアをにぎわすこととなる。2018年にメジャー初ホームランを放った大谷、たがベンチに帰っても全員無視。大谷は近くにいる選手に飛びつき、褒めるようおねだりすると、周りの選手たちは観念したのか、全員が大谷選手に駆け寄り抱き合っていた。松井秀喜は大谷のメジャー1年目の時、体調について問題なかったか質問したという。松井本人は1年目の5月あたりは、NPB では感じたことのない疲労を経験したという。しかし、大谷からは、いや、全然疲れなかったです。DH だから守らないですから。だって松井さん守っていたから、と返答があったそう。松井はその返答に対し、だって君投げてるじゃん、とツッコミを入れ、違う惑星から来たんじゃないか、と語っていた。2018年、マリナーズとの試合で、試合前、大谷が大先輩であるイチローに挨拶に行くこととなった。しかし、イチローはふざけて、まさかの逃走。大谷はすぐにダッシュで追いかけると、無事握手に成功していた。2020年から、二刀流選手ルールが新たに設けられた。当然大谷は、起用第1号となった。大谷の活躍は、競技のルールまで変えることとなった。
2021年はシーズン当初から大活躍し、オールスターにも選出、ホームランダービーにも出場することとなった。惜しくも敗れたが、なかなかできる経験ではないのですごく楽しかったですと笑顔で語っていた。ダービー前にペドロ・マルティネスからのインタビューで、子供時代の憧れについて聞かれると、イチローさんとか松井さんとかと答えてから、ピッチャーはもちろんペドロさんですねと語り、ペドロおじさんを喜ばせていた。またホームランダービーのキャッチャー役に通訳の水原を指名した理由を聞かれた大谷は、後ろに僕より緊張している人がいた方が楽かなと思ってと語り、笑いを誘っていた。日ハム時代に同僚だったマーティンは、2022年ドジャース移籍後のインタビューで、大谷について、彼を毎日見ることができたのは大きな喜びだったと語っている。また空港などチームの移動中には、大谷のボディーガード役を務めたこともあったと語っている。2022年に同僚となったタイラー・ウェードから大谷はイケメンと呼ばれるようになったという。イケメンとはホットガイの意味だと現地メディアでも取り上げられ、話題になっていた。2022年、試合中に通訳の水原から下ネタとも思われるハンドサインを見せつけられた大谷、それを見るなり恥ずかしそうに顔を背ける様子に、ネット上では可愛すぎて草との声があふれ返った。2023年5月、台湾の楽天モンキーズのチアチームがエンゼルスの試合前にパフォーマンスをすることとなった。パフォーマンス後、大谷との記念写真を済ませたチアたちは口々に、とても大きかったと語っていた。その意味深とも取れる発言に、ファンからは、股間を隠すようなポーズは笑わせるねと、記念写真のど真ん中で手を組む大谷をもてあそるような発言が飛んでいた。メジャーでも二刀流で大活躍している大谷翔平、メディアなどでは聖人君子として崇められていますが、今回はそんな大谷翔平の畜生エピソード50選を紹介します。ソフトバンク戦に登板した大谷、細川からアウトコースのスライダーで三振を奪い、ベンチに戻る大谷は、細川の腰が引けた姿を真似たような動作をし、先輩を煽ってみせた。これに八九谷と批判の声もあったが、相手が畜生でおなじみの細川だったこともあり、細川ならええかとネット上でも擁護の声もあった。大谷、有原、鍵谷という日ハム3投手での対談があった際、大谷被害者の会と銘打ったこの対談で、鍵谷は大谷から、1週間に1回とか楽しいですか、暇でしょよ、帰って飯食って寝るだけでしょってと言われたことを暴露された。有原からも普段のキャッチボールの終わりに胸にボールを当てられていることを告白され、有原さんが取らないからじゃないですかと全く悪びれる様子はなかったようだ。また大谷は打撃について、打つときはドキドキしない、先発とは比べ物にならないですよね、有原さんと発言、だから先発しかやったことないからと有原をいじる発言をしていた。さらに有原からはスマホゲームを一緒にやっていた際、有原が負けたときに、やっぱり大事なところ勝てないなと言われたそうで、この年2ヶ月間未勝利が続いた有原にとっては一番心にくる言葉だったそう。ルーキー時代、斎藤佑樹へ挨拶をした大谷は、斎藤さんは大舞台に強い、精神的なところを聞いてみたいと、前年5勝に終わった斎藤からは、暗に技術的なことについては参考にならないことを匂わせていた。2014年あるツイッターで、タクシーの運転手をする父親が大谷を乗せた際の大谷の態度の悪さについてのつぶやきが投稿され話題となった。生意気すぎてびっくりした、栗山の文句は言うし、摂津のシンカー大したことないって言うし、中田は終わってるって言うし、一緒に乗ってた近藤は礼儀正しかったけど、大谷ひどかったって、もう二度と応援しないって言ってた。現在はこのつぶやきは削除され、信憑性は乏しいとされているが、当時のネットではショックを受けた人たちであふれ返っていた。2015年のトークイベントで、クソガキっぷりを発揮した大谷、仲良しの上沢とのトークでは、尊敬してますなどと必要以上に持ち上げ続け、上沢からは嘘つけと突っ込まれていた。また上沢の登板前のルーティンをもてあそったり、無茶ぶりをしたりと、終始やりたい放題の大谷に、だからクソガキって言われてると上沢からチーム内でのあだ名を暴露された。上沢は他にも、自分の投球ができなかった直後はほんとやばい、ベンチの裏で暴れている、その時だけは誰も手をつけられないと鬼の顔も暴露していた。中継ぎエースの増井博俊は1月の自主トレの際、大谷に、俺も157キロ出したいなと声をかけたという。この問いに対し、大谷は、リリーフで1イニングしか投げなかったから出たと、毎試合リリーフ登板している増井に対し、悪気ない答えが返ってきたという。年上ながら同期入団の鍵谷はもてあそられる標的となっているようで、髪型をソフトクリームみたいとバカにされたり、鍵谷がめっちゃと切り出そうとすると、抹茶って言ってますよなど、容赦ないツッコミをされていたという。鍵谷、中島とは3人で車で試合に向かう仲だという。大谷は途中コンビニでアイスを買うのが日課だそうだが、目立つため代わりに鍵谷が買ってあげていたという。大谷の19歳の誕生日はアイスの他にお祝いにケーキも買ってあげたそうだが、大谷は、僕、ケーキはいらないです、とアイスだけを受け取ったという。福岡出身の中島拓也曰く、言葉に方言が混じると、うわ、なんすか今の、としつこく問い詰められるという。
杉谷拳士は大谷の凄さについて、勝手に唐揚げにレモンをかけるやつが許せないってやつはよくいるけど、レモンかけていいですかって聞かれて、いいよって答えたら、俺の目にレモンかけてきた大谷に比べれば全然許せる、と語っていた。北海道での特書で、一緒に参加予定だった荒垣隼人が病欠となってしまい、皆さん知っていると思うけど、野球よりもトークが上手い選手なのに今日くられず残念と9歳年上の先輩をもてあそっていた。また、鍵屋からのメッセージで、勝手に翔平のことを弟みたいに思っているが、翔平はいつになったら心を開いてくれるか、との質問に、開いてない、あんまり心開かないタイプなので、と苦笑いで答えた。チームで心を開いている選手は、との問いには、いない、ゼロ、心の底から信頼している人はいない、とニヤニヤしながら即答したという。5番投手で出場した試合、試合前に6番で出場している陽大館に、投手より後ろを打つんですね、と冗談を飛ばしていたという。あるテレビ番組でチームメイトの宮西が、普段先輩にでも平気でいたずらしてくる、喋ってて気づいたら、なんかタメ語で喋られてるなと、だからチーム内では、ソガキと呼ばれている、と語っていた。また、侍ジャパンで共に戦った前田健太も、僕は完全に舐められている、ハイタッチとか普通に無視されたりする、と苦笑いしていた。交流戦に臨んだ日本ハム投手陣は、打撃のモチベーションを上げるために賞品等を設け、誰が最初にヒットを打つか競争を始めたという。そのレースを知った大谷は、自分も入ってもいいですかと笑顔で聞いてきたという。当然、お前、汚いよと、全員で拒否られ寂しそうに引き下がったという。2017年、この年開催される WBC に右足の怪我を理由に出場を辞退することとなった。大谷曰く、前年の日本シリーズや強化試合での怪我が原因とのこと。しかし、正月のダルビッシュとのトレーニングでは、キックボクシングを行っている動画がインスタグラムにアップされており、足痛めているのにおかしくない、と疑問の声があふれた。これらの疑問の声に対し、ダルビッシュは、普通に本人の状態が悪ければやらせるわけないでしょう。1月の下旬に痛めたのではないでしょうか、と発言し、大谷の言う、昨年の試合で痛めた発言と矛盾した内容に、火に油を注ぐ結果となった。しかも、事態を発表する前日には侍ジャパンのコーチである稲葉との対談で、稲葉さんを手ぶらで帰らすわけにはいかないと発言しており、すでに事態を決めているであろうこの状態での発言に、大谷信者からも非難の声が上がった。事態については、稲葉や監督の小久保も全く知らされていなかったようで、調整が遅れている話は聞いていた。一方的に会見が開かれ、詳細が分かっていないので、と寝耳に水の状態だった。会見では、投手としての出場を辞退したが、打撃への支障はあまりないと発言しており、野手での出場を匂わせた。しかし、メンバー提出の1週間前の状況での曖昧な発言は、他選手の選出にも影響が出てしまうこともあり、身勝手だと批判されることとなる。結局、大谷は怪我の治療を優先し、メンバーから外れることになった。報道では最悪手術の可能性もあるとされたが、事態決定の翌日にはトレーニングを再開し元気な姿が報道され、人間離れの驚異的な回復力を見せつけることとなった。ある番組でインタビューを受けた大谷と中田翔、来年の野望を教えてくださいとの質問に、中田は、野望って何？と大谷に質問、夢とか、目標じゃないですか？と答えた大谷だったが、野望を知らないってことにびっくりしましたよ、と中田のおバカぶりに笑いを耐えていた。先輩投手の木佐貫宏から、よっちゃん以下知ってる？の質問に、知ってます、と答えた大谷。続いて、じゃあ、びっくりマンチョコは、という質問に対し、と答え、14歳下の後輩からのため口に、木佐貫もさすがに、じゃねえよ、こっちは先輩なんだよ、とブチギレたという。木佐貫に、フォークボールの投げ方を教えてください、と質問した大谷、木佐貫は了承し教えてあげようと思ったら、先にトレーニングを終えた大谷は、そそくさと帰宅したという。バッテリーを組んでいた大野翔太は、チームでいたずら好きは誰？との質問に対して、大谷君、結構年下だけど、平気でいじってきたり、先輩のことを小バカにしたりしている、と語っていた。実際、以前大野との対談で慣れない回し役をしている大野の姿を大谷はニヤニヤしており、小バカにしているというのは嘘ではないことがうかがえる。2018年、メジャー1年目で20号となるホームランを放った大谷に対し、イチローが本物のホームランバッターだ、との賛辞を送った。レジェンドからの賛辞に対し、大谷は、まあ自分ではホームランバッターだとは思っていないんですけど、と真っ向から否定していた。大谷は、2021年の紅白歌合戦の審査員での出演を土壇場で断ったという。これには以前ホームランダービーのインタビューをした NHK アナウンサーがコロナを交えたネガティブな質問を連発し、大谷を困らせたことから、今回の出演の断りは、あのインタビューへのやり返しでは、との声があった。2023年、WBC に臨む侍ジャパンは、壮行試合として行われる阪神戦の前日に決起集会を行った。ここで乾杯の音頭を任された大谷は、まずは阪神をボコボコにしましょうと挨拶を行う。翌日の試合では、有言実行とばかりに2打席連続ホームランを放った。中日との壮行試合、先発した佐々木朗希の165キロの球をキャッチャー会がキャッチングミスをするシーンがあり、大谷はこのシーンを楽しそうに笑いながら真似して見せていた。
また、四球で一塁に出塁した大谷は、塁審の白井一行に対し、前年の佐々木朗希との騒動をもてあそっているのか、胸をこづくような動作をして挨拶をしていた。当の白井本人は少し驚いた顔は見せたものの、苦笑いを浮かべていた。WBC 優勝後、テレビ出演した白井ヘッドコーチは大谷について、代表合流時に、誰でしたっけと言われ、また、優勝後には、白井さん、もう二度と会うことはありませんから、とジョークを飛ばされたことを明かした。また、中日との壮行試合の前にも外野からベンチに戻る大谷が通り道にいた白井ヘッドへ、タックルする様子があり、日ハム時代から師弟関係のある二人のじゃれ合う姿が見られた。このタックルについては、後に白井は、軽自動車にダンプカーが当たったような衝撃だった、と語っていた。WBC では4番を任されたものの不振にあえいだ村上宗隆。チェコ戦で待望のヒットが出た後、大谷から記念球を受け取った村上は満面の笑顔を見せていたが、試合後村上は、あれは本物じゃなくて、ダミーだった、と明かした。大谷のダミーセレブレーションとのことだが、村上の心境はいかがに。WBC イタリア戦前日の練習後、インタビューを受けている巨人岡本和真の背後から大谷は背中を押すようないたずらを仕掛けていた。岡本は辺りをキョロキョロとし、動揺した表情を見せていた。また、元チームメイトの近藤健介のインタビューの前にも大谷は、ちゃんと喋ってよ、とタメ口で声をかけ、1年先輩である近藤は、おいと間髪入れず応戦していた。WBC 準決勝のメキシコ戦、同僚であるメキシコ先発のサンドバルトとの会話で大谷は、エンゼルスのキャンプ地であるアリゾナに行く準備はできているか、などと煽りまくっていた。サンドバルのバント処理の動きをベンチで満面の笑みで真似をしていた大谷。しかし、隣の村上は自身が試合中にやらかしてしまったお手玉守備をもてあそられていると思ったのか、顔が引きつった状態で笑みを浮かべていた。WBC の優勝会見にて、杉谷からまだ一言も大谷選手と喋れていません。果たして私のことを覚えていますでしょうか、との質問に対し、大谷は、まあ、なんとなくは、はいと塩対応を見せ、会場内の笑いを誘った。この対応に杉谷は、これを機に覚えてもらえるとありがたいです、と語っていた。アスレチックス戦、四球を受けた大谷は一塁に向かうとファーストのブラウンに対し、指を指すと、トゥモローを述べ、明日大谷が先発の際の四球宣言を行っていた。チームメイトのレンドンが暴行により出場停止になった後、大谷が胸ぐらをつかむ動きでレンドンの真似をしている様子があった。ただ、笑っているのは本人だけで、周囲は苦笑いしか起こっていなかった。レッドソックス戦の試合前、ズボンのベルトを高く上げると、吉田正尚のユニフォームのスタイルを真似してみせ、彼のズボンは乳首に近づいている、と言われている吉田のスタイルを煽ってみせた。世界最高の野球プレーヤーを育て上げた大谷一家。今回はそんな大谷家の面白エピソードを50個紹介いたします。大谷は、人兄弟の末っ子。エンゼルスでのベンチの様子を見ていると、チームメイトにたくさん可愛がられていて、末っ子のような感じも見られており、納得がいく。子供の頃の大谷は家の中では末っ子ということもあり甘えん坊で、7つ上の兄、龍太さんが可愛がってくれていた。そんな大谷の末っ子がわかるエピソードが、それは2つ上の姉、ゆかさんが両親に怒られているのを見た時のこと、末っ子ということもあって大谷は要領がよく、姉が何かして怒られていると、それを見て自分はやらないようにしていた。少年時代の大谷はお年玉をもらっても、その時に使う予定がなければ、持っておいて、と両親に渡していたらしい。大谷は生まれた時は、全 400g もあった。しかしずっと身体の線は細かった。その理由としては、佳代子さんは幼稚園から帰ってくると友達と遊びに出かける。そこから夕方に帰ってくると、夕飯を食べる元気もなく翌朝まで12時間以上寝ていることが週の半分以上あったことを挙げている。よく寝ていたためか、身長は中学入学時には166センチもあったそうで、父哲さんは、大きくなりすぎると動きが鈍くなるのでは、と心配していた。両親から、あれしなさい、これしなさい、と言ったことはなかったそうで、両親の教育方針で気をつけていたのは、自分で決めること。自分で決めれば、そこに責任が芽生えるからという理由らしい。そんな両親の教育もあって、大谷は野球をするときも、自分から社会人野球経験のある父に、野球をやりたい、だから教えてほしい、と言ってきたという。日本ハムでも大谷には、特別な教育方針があり、寮から外出するときには、栗山監督に誰とどこに行くのか報告をするというルールがあった。大谷が将来欲しい子供の人数は、大谷が書いたという未来設計図に、28歳で男の子、31歳で女の子、33歳で男の子と書いてあることから3人、このような家族構成を望んでいる。この兄弟構成は、大谷自身の兄弟構成と同じ。大谷は、2つ上の姉と7つ上の兄がいるが、兄と姉が5つ離れているということ以外は、子供の頃からの環境は大谷にとって良いものだったのかもしれない。大谷家では、おはよう、おやすみ、ありがとうなどといった生活の中での挨拶を、両親がまずしっかりすることを意識していた。その証拠に、大谷が高校時代に作成した目標達成シートの行動目標の一つに、礼儀という項目がある。それらも踏まえて、現在の大谷の謙虚な姿勢につながっている。
大谷家の夕食は父親の帰りを待って家族みんなで揃ってから食べることが日課だった。そして大谷家にはテレビは1台だけ。テレビは家族みんなで同じ番組を一緒に見ていた。両親が重視したのは子供が安らげる空間を作ることで、両親の唯一の決め事は子供の前で夫婦喧嘩はしないだったそう。大谷の前では常に仲のいい夫婦だった。その居心地の良さからか、大谷が子供部屋を使うことはほとんどなく、勉強するのもテレビを見るのも家での時間はずっと家族とリビングで過ごしていた。快適で楽しい時間を共有するため、とりわけ大事にしていたのが食事だ。夕食は5人家族が揃って食卓を囲む。子供時代の大谷は意外にも食が細く、トマトが大の苦手など偏食もあった。しかし大谷家では両親がもっと食べろ、好き嫌いをするなとうるさく言うことはなかったという。大谷の偏食については、佳代子さんは給食で栄養士さんがバランスを考えてくれているので大丈夫とおおらかに構えていたらしい。大谷家の休日に多かったのがホットプレートでのご飯。みんなで料理をつつき合うことで自然と会話が増えると考え、食事を楽しい時間にする工夫をしていた。両親の記憶によれば、幼稚園か小学校に上がったばかりの頃に当時流行したハリーポッターのグッズをめぐって大谷は珍しく泣きわめいたことがあったと話している。大谷家に残る映画のキャラクターが表紙に描かれた分厚いノートを見ながら、母は確か表紙のところに買った当初から少しだけ剥がれちゃっていた部分があったんですよね。翔平はそれが気になるから自分で色を塗ってみたんですけど、思い通りにいかずにさらにおかしくなって泣いたという意外なエピソードを明かしている。父が唯一末っ子を本気の声で叱ったのはハリーポッターのノートで泣きわめいた時だけだった。そんな小さなことで怒るんじゃない。鉄さんが翔平に対して声を荒らげたのは後にも先にも他にはなかったという。当の大谷はその大谷家の事件を全く覚えていないんですよねと笑う。何のためらいもなくあっけらかんとしたらしい。大谷にも怒られた記憶は残っておらず、お父さんから怒られたのはグラウンドでの野球の時だけですね。家に帰ってからはもうなかったと思いますよと野球以外で怒られたことがないらしい。反抗期という反抗期はなかったような気がします。わけもなく反抗したり態度が悪かったということは特になかったと思います。それは翔平だけではなく子供たち3人ともにそうでした。それぞれが自分の部屋にこもることもありませんでした。特別に家族みんながものすごく仲がいいというわけではないんですよと当時の家族について佳代子さんは話している。ただたとえ同じ境遇で育ったとしても、それぞれの子供たちが持つ感性や過ごした時代背景、子供同士の関係性によって人の個性や性格というものは多少なりとも変わってくるもの。大谷家の場合、龍太さんには実直で優しさに満ちたまさに長男という感じで、長女の由香さんには朗らかで寛容な印象を受ける。そして兄と姉を持つ3番目にはやはり末っ子気質がしっかりと染みついているという。姉とは年が2つ違い、何を買うにも同じようなペースで大谷と姉に買ってあげていたが、先に姉に買ってあげた自転車を運動神経が良かった大谷がこっそりと乗ってしまったことがあった。すると大谷はどこかで倒してしまったのか、買ったばかりの自転車のカゴを壊して帰ってきた。姉はカッとして怒る性格でもないので、翔平壊しちゃったみたいな感じで言ったが、壊した本人も悪びれることなくその時はしれっとしていたという。大谷の姉の結婚相手は実は大谷と深いつながりがある母校の花巻東高校の部長をしているさすがひろゆきさん。姉とさすがさんのキューピッドとなったのが大谷だった。大谷は野球一筋で生きてきたため、私服に関しては無頓着なことも多い。そのため姉が大谷の服を選ぶこともあったそう。もともと会社員だった父哲さんですが、大谷が小学2年生の頃に水沢リトルに入団すると同時にコーチを務めるようになった。父は大谷に何かあった時にはこうした方がいいと話をしたらしく、車の中だと寝るし話が伝わらないので帰ってきて風呂の中でコミュニケーションをとっていた。佳代子さんは大谷がプロとして成功してからもパートを続けている。その理由は自分たちの暮らしは自分たちでという思いによるもので、大谷に頼ることはしなかった。また父親の鉄さんも翔平が活躍するようになったからといって子供にごめん食わしてくれとは言いづらいですよね親として、と同じように仕事を辞めるつもりはないと明かしている。また大谷は実家の建て替えをプレゼントしようとしたが、家族はちゃんと貯めておきなさいとそれを断ったという。両親は大谷がスポーツの成績が良くても勉強がおろそかにならないように、たとえ勉強の成績が悪くても叱るのではなくテストのために勉強を行った姿勢を評価していた。 WBC では大谷の両親や家族への取材は NG。 その点実際は大谷の家族も東京ドームに足を運んで観戦していたが、間違っても映り込んだりすることがないようお達しが出ていたらしい。その理由は野球だけに集中してもらいたいという両親の切実な願いだったという。活躍して多くのファンに愛されているのはあくまで息子、自分たちは裏方に徹するという大谷家のルールだった。そして佳代子さんは心配性であり、大谷が登板する試合は見ていられなくなり外出している。父
鉄さんがコーチを務めた理由としては、長男、龍太さんが野球をやっていた時、仕事が忙しく、練習にも協力できなかったことが心残りだったそうで、大谷選手の時はできる限り協力したいと思い、コーチを担当したそう。鉄さんは夜勤で残業があるときは寝ずにそのまま河川敷に向かい、夕方までノックバットを振り、シニアの際は休日に加えて水木の平日練習もしていたそう。そんな大谷の野球としての技術は全て父から受け継いだと言われており、大谷のバッティングの基本は父親によるものであり、今の大谷の打撃に十分貢献している模様。父鉄さんは練習の評価やアドバイスを書いて、それに反省や課題を綴る野球ノートを大谷と交わしていた。いわゆる野球の交換日記で小学5年生まででに3冊になったという。これについて鉄さんは、書くことによって頭に入る、褒めるのも文章にした方が良いんじゃないかと思ったと語っている。大谷家は父182センチ、母170センチ、兄187センチ、姉168センチ、大谷193センチと全員高身長らしく、やはり身長は遺伝ということが証明されている。和は、佳代子さんはその高い身長を生かし、元バドミントンの選手で全国大会にも出場した経験があり、元日本代表の陣内貴美子と対戦したことがある。大谷は小さい頃、自宅前でバドミントンのラリーをしたり、母が所属するバドミントンチームに一緒に行くのが楽しみだった。兄、龍太さんが2018年、社会人野球の日本一を争う都市対抗野球出場の際に激励の LINE メッセージを送ったそうで、仲のいい兄弟として知られているが、7つ年が離れていることもあり、大谷の試合は一度しか見たことがないらしい。先ほど話題に出た大谷と父の交換ノートだが、大谷の父の教えは3つあり、1つ目、大きな声を出して元気よくプレーする、2つ目、キャッチボールを一生懸命に練習する、3つ目、一生懸命に走る。これらの教えをノートのほとんどのページに書き込まれているようである。歌手星名由里さんが2023年7月30日、米大リーグエンゼルスの大谷の実家で社会人野球トヨタ自動車東日本の大谷コーチと一緒に写った写真をツイッターで公開した。星名さんは、やばい、やばい、やばい、大谷翔平さんのお兄さん、身長187センチ、かっこよすぎです。兄弟して素敵だなんて、トヨタ東日本にて社会人野球をされてるとか、モテるでしょうねー、と興奮気味の投稿だった。イケメンの兄だったが、奥さんもミスコーチの美女だと噂されている。リトル時代のチームメイトの母曰く、小学校時代の大谷はとにかくお母さんである佳代子さんのことが大好きな子供だった。友達同士でのお泊まり会は定期的に行われていたようですが、大谷がお泊まり会に参加したのはたった1回だけ。お母さんから離れることができなかったそう。小学生時代の試合で大谷がピッチャーで出場し、相手バッターに打たれてしまった際には、いつも試合を観戦してくれていた佳代子さんのもとへ大谷が駆け寄り慰めてもらっていた。子供の頃、甘えん坊でママ好きだったんですかという質問に対して、大谷ハウン、マザコンの自覚はないですけど、父が自分の野球チームの監督だったので、当時はお父さんというより監督という意識が強かったので、そういった面も含めると、お母さんの方が好きだったのかもしれないですね、と答えている。あるジャーナリストが大谷の両親と近しい人物に取材したとき、大谷の両親は女優と女子アナとは絶対結婚させないと言っている、という意外なエピソードを聞いたことがあるらしい。このことについてネット上では、大谷2世のことを考えているのではないかと言われており、女性アスリートとの交際を両親は望んでいるのではないかという噂まで上がっている。プロ野球選手の中でも大柄で195センチ95キロという規格外の体の大谷翔平、今回はそんな大谷のヤバすぎる食事エピソードを50個ご紹介いたします。高校野球の強豪校として知られる花巻東高校野球部の寮では、野球選手として成長期の体をより大きく育てるため、朝晩合わせて1日丼10杯のご飯を食べる慣習があり、大谷も毎日その量を食しており、高校時代食トレが一番きつかった、と話すほど過酷だった。その結果、高校3年間で体重を20キロ以上増やし、プロで活躍できる体の土台となった。しかしこの食トレで気づきもあったようで、トレーニングをして食べて体が大きくなってくると自分の体を作る楽しみが生まれる。もともとは小食でしたが食事に対して積極的に取り組めるようになりました、と話している。プロ2年目の2014年のシーズン後、自主トレの拠点を置いた千葉鎌ヶ谷の寮では、食事にとんかつや唐揚げが出されるというが、大谷は、衣は全部取ってから食べます、と話した。プロ2年目の大谷は投手として前半に9勝1敗も、後半は9試合で2勝3敗と蓄積疲労によるスタミナ不足を痛感。当時からクレープなど甘いもの好きとして知られていたが、チョコレートとかは夜に食べない。食べる時もタイミングを考えていると自制。全ては徹底した食事管理と筋力トレーニングで鋼の肉体を作り上げるためだった。その成果もあり翌年に投手三冠に輝くと、今度はシーズン後に食生活を一変させた。とんかつの衣を外してから食べる行為については、今は体を大きくしているので特にそこまではやっていないと明かした。さらにビュッフェ形式の寮の食事では、揚げ物コーナーが設置され、チーム関係者は特に夜はかなり食べていると話していた。
メジャー移籍後の2018年のキャンプ前、プロ3年目の15年からアドバイザリー契約を結ぶ株式会社明治の担当者から栄養情報のレクチャーを受け、同行した調理師と調理実習を実施した。その実習では玉ねぎのみじん切りから大谷自身が実践し、チキンライスの上に乗せたオムレツにナイフを入れるとふわとろの卵が開いていく、タンポポオムライスを作った。白米や玄米を鍋で炊く方法も教えられ、自分で日本と変わらぬ美味しさを再現できるようになったらしい。手術を受けた左膝のリハビリに時間を割いた2019年のシーズン後こそ Uber Eats を利用した食生活を送っていたが、20年のシーズン後には自分で3食作って食べていますよ。メニューはご飯とタンパク質ですね。肉やホタテ、魚介系などが中心ですと定期的に自炊をしていることを明かしている。料理技術の向上について大谷は、本当に茹でたり焼いたりとか質素なものですね。調味料とかなるべく使ったりしないので、あとはフルーツを食べたりとか野菜を茹でてそのまま食べたりとか、そんな感じで健康な食事を3食食べていますと話している。すべては野球につなげる体づくりのためだが、明治の担当者によればトリュフ塩をかけたら全部おいしいと話していたこともあったという。大谷は日本ハム時代の2017年に球団事業の一環で小中学校の校内放送向けに寄せたコメントで、僕が好きな給食メニューは米粉パンでした。もちもちとした食感が大好きで、チョコレートクリームをつけて食べるのが大好きでした。給食の献立に両方が揃う日をとても楽しみにしていましたと、どこにでもいる小学生のようなコメントをしている。大谷の苦手な食べ物はトマト。日本ハム時代の2017年に応援大使を務めた北海道月形町で開催されたシーズンオフのトークショーの最後には、飲んだことがないというトマトジュースを一気に飲み干し、町民から大歓声を浴びた。意外だが大谷はポテトチップスだって時には食べる。ある記者からポテトチップスをプレゼントされると、水原一平通訳が、人生で食べたポテトチップスで一番美味しかったらしいですと大谷からの感想を届けてくれたそう。好物は焼肉、寿司。遠征先からアナハイムに戻ってきた2023年5月19日のオフには、水原一平通訳、先発左腕サンドバル、外野手マーシュと4人で焼肉店で外食を楽しんだ。その外食はマーシュ、サンドバルにとっては初めての日本式の焼肉。大谷と水原通訳が全てのメニューを注文しておもてなしした。ユッケ、タン、リブキャップ、リブロス上部の希少部位などに挑戦したサンドバルは本当に最高だったと振り返り、マーシュも全てが初めての経験で楽しかった、ボンディングエクスペリエンス、絆を深める経験だったと感激の表情を浮かべた。プロ野球選手の中には、験担ぎで開幕の時にお頭付きの鯛を食べるという人もいる。ある年の開幕時、ある記者が、何か特別に食べるものはあるんですかと質問すると大谷は、一切ないと答えたらしい。WBC に出場した宇田川優希は、大谷さんの食事、すごかったです。試合前は、ご飯大盛りに、ゆで卵を6個に、ブロッコリーとサラダだったので、何をおかずにして食べるんだろうと思って、あとはパスタも塩で食べるという話をしていました、と大谷の食事メニューを明かしている。塩パスタには、侍ジャパンの別の選手も唖然として、美味しくないでしょと突っ込んだ選手もいたが、大谷は真顔で美味しいと答えたらしい。さらに中日の高橋宏斗はテレビ出演した際に、大会期間中の大谷が毎食3個はゆで卵を食べていたと証言。日本ハムの伊藤大海選手も、同心スポーツの連載で大谷選手が間食にゆで卵4個を食べていたと語っている。合計すると1日16個はゆで卵を食べていることになる。ブログで翔平飯を分析している管理栄養士の麻生玲美さんは、卵は完全栄養食、こんなにたくさん食べるのも100キロ近い大谷選手の体格があってこそ、高タンパクであるため筋肉維持に最適と言えます。卵と一緒にご飯を食べるというのは、ご飯の糖質がエネルギー源になるからでしょうと大谷の湯で卵の食べ過ぎ時間を解説している。大谷の好きなアメリカンフードはハンバーガーチェーン、イン&アウトのハンバーガー。2018年のメジャー移籍時からお気に入りのようで、当時食べていたのはプロテインスタイルというパンの代わりにレタスで肉を挟んだ健康志向の炭水化物抜きバーガーだったという。大谷は自身が出演する雪肌精の CM のメイキング動画で、甘いものだったりとかそういうのはあまり食べないように、まあ欲と戦ってますと食欲との戦いを明らかにしている。大谷は2018年のオフシーズン、自分にとっての食材の適合性を知るための血液検査を受け、その結果を受けて卵とグルテンを食事から抜き、好きだった手製のオムレツを封印した。子供時代の大谷は意外にも食が細く、トマトが大の苦手など偏食もあった。しかし大谷家では両親が、もっと食べろ、好き嫌いをするなとうるさく言うことはなかったという。大谷の母は、佳代子さんは給食で栄養士さんがバランスを考えてくれているので大丈夫とおおらかに構えており、とにかく楽しい雰囲気を作れば少しは食べる量が増えるのではと考え、お父さんが帰ってくるのを待って家族みんなでワイワイと食べることにしていたと語っている。そんな大谷家の休日に多かったのがホットプレートでのご飯。みんなで料理をつつき合うことで自然と会話が増えると考え、意図的に増やしてたそう。
シーズン中はクラブハウスから3食提供されるため、大谷はシーズンが始まると球団の食事を食べている。クラブハウスのメニューはバイキング形式で、さまざまな食事が置かれていて、その中から選手は好きなものを選んで食べていくことになるが、大谷は自分で栄養バランスを考えてメニューを決めている。大谷は偏食家というわけでも、味音痴というわけでもない。食事会場ではおにぎりや唐揚げを見つめながらも、小さく我慢とつぶやいて離れていく大谷の姿が目撃されたこともある。大谷の食事はオフとシーズン中で変わる。シーズン中でも移動に時差が伴うため、試合開始時間がホームかビジターかで変わってくる。そういった計算の上に摂取するものを決めているそうで、クラブハウスの食事で補えない際にはデリバリーを頼むこともある。2023年4月18日のヤンキース戦の後に行われた取材で、現地のニューヨークの記者たちから、ニューヨークの球場外でのお気に入りの場所は？と尋ねられた。すると大谷は、外は1回も出たことないのでわからないです、と答えている。侍ジャパンが発注したお弁当の唐揚げも大谷は食べない。大谷はホテルでルームサービスをとって、必要な栄養素が入ってるメニューを選んでいた。大谷はオフ中の友人との食事会では、乾杯程度でお酒は飲まない。サプリを入れたリュックを背負って参加した。昨年、選手たちと食事に行ったのは、おそらく5回未満などのエピソードを明かしている。大谷は自ら食事について勉強し、サプリもそれぞれに飲む時間が決まっている。管理栄養士さんが質問のレベルが高すぎてびっくりしたというエピソードがある。2015年のオールスター後、スポーツニュース番組に出演。そのお礼として食事に誘われた大谷は、少し離れた場所に用意していた食事会場ではなく、生放送後にすぐに行ける社食で大丈夫ですと伝え、300円の牛丼を頬張った。外食をすることが少ない大谷だが、実はお忍びで通い詰めている場所があると噂されている。それは自宅のあるアナハイムから車で約15分のコスタメサにある日本料理の高級居酒屋。カウンターで本格的なお寿司が食べられると評判の店らしい。なんとこの店には大谷のためのスペシャルメニューも存在するらしく、他のお客さんがお店の人に聞いてもわさびは使っていないと答えるだけで、内容は絶対に教えてもらえない。実はこの店で大谷のための特別料理を作っているのは、大谷の通訳水原一平の父衛生さんだった。水原の父はアメリカで日本料理店を開いており、日本ハムのキャンプ時にも食事協力をした経験があった。日本ハム時代のキャンプでは、衛生さんは朝5時から、遅い時は夜11時まで、選手のために料理を作っていた。飽きないようにメニューは毎日変え、刺身や天ぷらなどの和食も完璧に揃えたという。選手たちは大変喜んでいて、食にこだわる大谷も、食事はここで全て取れるので、何の問題もないと話していた。大谷は日本ハム時代からよく当番日に、関東風うどんをオーダーしていた。理由は、関東が関東につながるかららしい。2018年インタビューで、現地メディアから一番おすすめの飲食店を聞かれたとき、大谷は、一平のお父さんのレストランはよく行くのでおすすめです、と返した。隣にいた一平さんは、照れながらも喜んでいたらしい。2023年5月2日に WBC で共に戦ったヌートバーから食事に誘われた大谷は、寝ていると、睡眠を理由に食事を断っており、ヌートバーは笑いながら、彼はよく寝るんだ、と話した。このエピソードをベースポーツ専門メディア、ジアスレチックのエンゼルス版サム・ブラム記者も自身のツイッターで紹介。MLB 公式のエンゼルス版レッド・ボリンジャー記者は、ブラム記者の投稿を引用する形で、ショウヘイ・オオタニは何でもできる。彼は寝ている間に変身することすらできる、と冗談交じりにツイートした。WBC 準決勝メキシコ戦を2日後に控えた夜、宮城大や村上宗隆、ヌートバーら選手に加え、水原一平通訳と食事に出かけ、由伸が連れて行ってほしいという感じだったので、まあしょうがなく、行った感じですかねと食事会開催の経緯を大谷は話している。決勝ラウンドを戦う仲間たちとの食事会の様子については、アメリカ戦を見ていましたと明かした。同時刻にローンデポパークでは、米国対ベネズエラの準々決勝が行われ、テレビで観戦。米国代表の主将マイク・トラウトの打撃傾向など、野球の話にも花を咲かせたようだ。宮城はこの食事会について、大谷さんから誘っていただいて、日本では決起集会の時にご飯をおごってもらったんですけど、それ以外はなかったので、いつおごってくれるんですかと。そしたら、今日行くから、どうと誘っていただきましたと自身のがめつい一面を話している。この時点で侍ジャパンは長くても2試合を残すのみ。山本と宮城がもう少し痛いなとこぼす一方で、大谷からは短期決戦は楽しいとの本音も。会計は最年長28歳の大谷が全額支払ったという。宮城は二刀流の素顔を明かした。グレーのテルさんがパーソナリティを務めるラジオで漫画ワンピースの作者尾田栄一郎とグレーのテル、大谷の3人で尾田先生の家でバーベキューをしたことを明かしている。2023年1月に渡米した際に大谷は、機内と思われる場所からの夜景や食事の画像をインスタグラムで公開。日本人ファンを、こんな投稿する、ちょっと面白い、美味しそうです、と驚かせた。
2017年のオフにドラフト同期の宇佐美、森本とともにドラフト2位の石井大卒新入団3選手を歓迎する趣旨で同学年6人の食事会を近郊の焼肉店で開催。プロの先輩として3人を大いにもてなしたことがある。肉を焼く係はテナス側の大谷だ。肉をひたすら焼き続ける大谷の姿に石井は貴重な右肩を使わせてしまったと恐縮しきりだった。日本ハム時代の食事会はビールは乾杯の一杯だけで、その後はソフトドリンクに切り替える。そもそも大谷が飲みに出かけることは本当に少なく、先輩が付き合い悪いと嫌われるぞと指摘すると、世界一の選手になればみんな好きになってくれる、それを目指すと返事をしたことがある。現在の野球界で最も輝きを放っている大谷の母校で知られる花巻東高校野球部。今回はそんな花巻東野球部の面白エピソードを50個紹介いたします。現在花巻東高校の監督を務める佐々木監督は、花巻東の採用試験を受けた時、自分が岩手の野球を変えますぐらいのことを言って採用してもらっていた。今の花巻東は合併して生まれた学校で、前身の花巻商業時代はプロ野球選手も何人か輩出した野球の名門だった。ところが佐々木監督が採用された当時は県の1、2回戦敗退が続いているような状態だった。その再建を志した佐々木監督でしたが、1年目に任されたのがバドミントン部、次は女子ソフトボール部、そして3年目の秋にようやく野球部の顧問に就任することができた。大谷が花巻東の1年生だった当時、寮には野球部員の親御さんたちも出入りすることができた。週末になると車で片道1時間ほどかけて練習試合を見に行っていた母親の佳代子さんは、その度に大谷の好物のお菓子などを部屋に差し入れ、シーツなど自分で洗濯しづらい類のものは持って帰り、新しいものと交換していた。そんな母が寮の大谷の部屋にいたある時、ツンと据えた匂いが鼻をついた。異臭はどうやら机の方から漂ってくる。さすがに気になって引き出しを開けると、中には食べ残した弁当が入っていた。蓋を開けると白いご飯にびっしりとカビが生え、膨らんでいたという。母は練習試合の時、お昼は仕出し屋さんが持ってきてくれるお弁当を食べるんですけど、残ったのはまずピッチャー陣が食べるのです。体重を何キロにするとか目標があったみたいで、食べきれなかったのをゴミ箱に捨てるわけにもいかず、引き出しに入れたのだと思います。それを私が持って帰ってきたことがあるのです。最初の1年間は使ったと思いますよと、花巻東の厳しい食事事情を話している。高校野球大好き芸人の池田哲也は、花巻東高校について、裂けるチーズってあるじゃないですか。あれ、花巻東高校では縦に裂くのが禁止らしいんですと、意味不明なルールがあることを話している。他にも、チャーハンが禁止らしく、部員のみんなはチャーハンの素を買ってきて、ご飯にかけて食べていたらしいです、とも話した。花巻東高校の校舎には、大谷の横断幕だらけになっており、このまま大谷が偉業を達成し続けると、校舎が大谷の横断幕に乗っ取られてしまうのではと言われている。花巻東の野球部に入部するには、特別な条件はなく、入部届を提出すれば推薦や特待でなくても簡単に入部することができる。しかし岩手県外の選手は、野球部 OB の兄弟や知り合いでないと入部できない。花巻東はベンチを外れた3年生は、最後の夏に監督や両親に感謝の言葉を伝えながら最後のノックを受ける伝統がある。花巻東では20人のメンバーに選ばれなかった3年生はグランドでのプレーは諦め、この日からノックの補助やバッティングピッチャーなどチームのサポートに集中することになる。花巻東のある年の3年生はこの最後のノックの中で、この高校でこの仲間たちと出会って試合に出られなくても、この仲間と勝ち上がって日本一になることが自分にとって意味のあることだと思いますと話している。高校時代故障がちだった大谷、佐々木監督は骨の成長が止まっていないことに着目し、選手の前で俺は翔平を特別扱いするよと贔屓宣言をしたらしい。2023年現在の花巻東の野球部には佐々木監督の息子が在籍し、現時点で高校通算最多の140本塁打を放ち、プロ注目の選手として知られている。佐々木監督は11年前、勝てる投手に育てることができなかったと悔しそうな表情で大谷をプロの世界に送り出した。大谷は甲子園に2度出場したが、いずれも初戦で敗れていた。WBC 決勝が行われた現地の3月21日、ちょうど11年前、選抜1回戦で大谷が大阪桐蔭に敗れた日だった。11年が経ち、大谷は勝てる投手に成長した。佐々木監督にとっても特別な世界一になった。花巻東の最高戦績は2009年、菊池雄星を擁した年の春、選抜大会での準優勝、エース菊池は、の大会快投を見せ、チームを史上初の甲子園での決勝戦まで導いた。エース投手として2009年春の甲子園で花巻東高校を準優勝に導いた菊池雄星が入学してきた際、佐々木監督は同業者に、ずるいな、運がいいなと何度も言われていたらしい。
この時、岩手はまだ野球後進県とされていた。甲子園を前に佐々木監督が日本一を目指すと宣言すると、周囲や地元メディアから何を言っているのと半笑いされた。しかし、今や花巻東は全国に名だたる強豪となり、菊池や大谷翔平、岸里亮介、高橋幹也など、プロも多く輩出する名門校になり上がっている。佐々木監督は国士舘大学2年時に大きな挫折を味わっている。漠然とプロ野球選手になりたいと思ってきたが、具体的にどうしていいのか分からず、目標を断念したのだ。野球部から大量を迫られ、なんで俺の人生は何もできず中途半端に終わっているんだろうと絶望の淵に落ちる挫折エピソードを持っている。自身の夢を指導者として28歳で甲子園に出ると設定した佐々木監督は、国士舘大野球部の監督に岩手で高校野球の指導者になりたいと相談する。すると、岩手にすぐ帰って指導者になってもダメだ、神奈川で勉強した方がいいとアドバイスされた。佐々木監督が監督就任する直前の2001年、花巻東は夏の県大会で1回戦敗退に終わっていて、球児にとってまるで魅力のない学校で部員集めに苦労した。なんとかしようと佐々木監督は野球の本を読み、打撃の勉強会に出かけてと指導者としてのスキルアップに努めたが、新入生は思うように集まらない。悔しくて苦境を打開しようと様々な人に話を聞くと、経営から勉強しろと言われた。経営的発想でなぜ選手が来てくれないのかと考えると、出口がないから入り口から人が来ないことに気づいた。高校生にとっての出口とは、プロや社会人で野球を続けられる環境、あるいは大学進学だ。3つの進路とも、まだ花巻東には実績がない。だからまずコース整備に着手、特進より先に野球部から国立大や東京六大学への入学者を出す、という目標を掲げた。同時に佐々木監督は、花巻東のブランド化を行った。具体的には、帽子のマークを校章からロゴに変え、学生目線のかっこいいロゴを採用。もらった名刺に書かれていた企業のロゴマークがヒントになったらしい。佐々木監督が監督に就任した頃、30人だった部員数は現在130人を超える大所帯となっている。部員数が右肩上がりで伸びた理由は、出口を作ったことばかりではない。野球部を強化すべく、例えば投手にとって大切な肩の可動域を広げるトレーニングを自ら研究し、選手に実践させたことで良い評判が広がった。加えて、学校のプールや筋トレ用のマシーンを使い、効率的なトレーニングを実施。努力はすぐに実を結び、2003年夏の岩手県大会ではベスト4に進出を果たしている。花巻東の寮の夕食の量は凄まじく、1日丼10杯というノルマが課されている。練習や人間関係なんて比にならないくらい、この食事が一番きついらしい。大谷は、寮生活をした高校の環境はやっぱり良かったと思います。ちゃんとやるようになりましたね。ちゃんと考えて、ちゃんとやるようになりました。何度も怒られましたよ、と高校時代の寮エピソードを明かしている。続けて、一度、すごく怒られました。寝坊です。あれは覚えてます。あの時はさすがに焦りました。練習から何日か外されて、雪かきさせられて、と寝坊をしたという失敗エピソードを明かしている。高校2年生の頃の大谷は、左足股関節の怪我もあり、練習に参加できない時間を睡眠に充てていた。なんと大谷専用の睡眠部屋もあったそう。入学当初は 60kg 台だった大谷の体重は、睡眠食事を意識的に充実させることによって 90kg 台まで増加した。メジャーで活躍している教え子の大谷に、佐々木監督はバッティングのことを質問攻めするらしく、大谷は、もしかしたら僕がピッチャーだということを忘れているんじゃないかなと話している。そんな2人はご飯に行っても、バッティングの技術的な話ばかりで、すごいねー、どういう感じで打ってるの、教えてくれよ、ここはどうなんだよって、だからこうですって言っても、それじゃわかんないよ、というやり取りが行われるらしい。花巻東のグレー地に紫の文字のユニフォームはあまりないからかっこいいと言っていた大谷は、白地に赤の下に今も花巻東のユニフォームをまとっているらしく、母校愛を隠せずにいる。大谷は、練習を見て、やっぱりいいなと思いました。雰囲気が良かったんです。チーム全体の雰囲気も良かったですし、いい練習をしていました。甲子園に行くとか、行かないとかいうことも大事ですけど、一選手としての技量を上げるために大事なことってあると思うんです。その一個人の選手としての能力を伸ばす練習としても、すごくいいんじゃないかなと思いました。という理由で花巻東への進学を決めた。花巻東に入学した大谷は、体作りを優先させて、ピッチャーではなく野手として試合に出た。1年の春から4番を任されていたのだが、佐々木監督は実はバッターとしての大谷にはさほど期待していなかった。大谷が入学してきた時、目標を 160km に設定した。プロ8球団からの1位指名を掲げたのも、6球団から1位で指名された菊池を超えるところに目標を設定しなければ菊池の域にも達しない、という佐々木監督の思いからの目標設定だった。
大谷は外野を守っていた際、佐々木監督にゆっくり走るなと怒られた。しかし、大谷は足が長すぎて全力で走っているように見えないだけだった。日本プロ野球で同じ高校出身の投手と打者が対決するのは珍しくありませんが、メジャーリーグで日本人同士の対決となると話は別。しかし2019年に花巻東出身の菊池と大谷の対決が実現し話題を呼んだ。花巻等のバックアップの時には捕球姿勢までしっかり取り、どんな打球を放っても一塁ベースを越えたところまで全力疾走をするという当たり前のようでいて忘れがちなプレーをしっかりこなす選手たちの姿は、まさに高校野球の原点を思い出させるものがある。大谷は2年生の夏の岩手県大会前に怪我をしていたため、甲子園ではリリーフ登板のみで、さらに彼の将来を考えて、佐々木監督は大谷に翌年まで投球禁止を命じた。その翌年の春の選抜大会がかかった東北大会は、準決勝で敗れますが、接戦だっただけに大谷が登板していれば勝てた可能性はあった。しかし佐々木は、大谷のゴールはここではない、ここで大谷を壊すわけにはいかない、と登板させなかった。権利と義務。大谷が佐々木監督から学んだこととしてよく語っている言葉、その内容を要約すると、例えば100人を超える部員のうちで甲子園のベンチに入れるのは18人のみ、さらに試合に出られるのはもっと少ない。結局のところグラウンドに立つことができなければ何もできない。試合に出ることで初めて打ったり走ったり投げたりする権利が生まれる。故に試合に出る選手は、例えば全力疾走のように目に見える形でベンチ外の選手たちに対する義務を果たさなければならないという教えで大谷は成長した。恵まれた体格で知られる花巻東の佐々木麟太郎はかなりの退職感で、佐々木が寮に先に帰ると冷蔵庫の品物が全てなくなっちゃうっていうエピソードがある。大谷は花巻東時代、自分の夢を叶えるために 9×9 のマスに目標を書き、一つずつ達成していった。これはマンダラチャートと呼ばれ、大谷効果もあってか様々な業界で使用され始めているらしい。寮の食事は寮母の高橋さんを中心に3から4人で手掛けている。メニューは1週間サイクルで、お肉に偏らずに朝に魚を出したりなど工夫されている。加えて納豆と卵は食べ放題らしい。高校の口コミサイト高校受験ナビに、マネージャー希望者は親同伴で監督と面談をするという書き込みがある。加えてマネージャーは9学年1人と狭き門となっている。花巻東のグラウンドは校舎から近く移動もなく便利で、得点板こそアナログですが、両翼約98メートル、センター約120メートル、ナイター照明完備というナイターでの試合もできそうな充実した設備となっている。今回は花巻東野球部の面白エピソードを50個ご紹介いたしました。皆様はどのエピソードがお気に入りでしたか？コメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。大谷はこのオフ10年1014億でドジャースと契約した。これはメジャーで史上最高額である。来年の活躍にも期待したい。今回は大谷翔平の総集編をお送りしました。来年は打者での出場となりますが、どれくらいの成績を残すと思いますか？コメントにお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。